日課の散歩中、ふと足を止めたのは公園の片隅から聞こえる切ない鳴き声でした。いつもは静かなこの場所で、今日はどこか異質な空気が漂っています。耳を澄ませると木々の陰から小さな猫が姿を現しました。普段の散歩コースでは猫を見かけることは珍しくありませんが、この猫を見るのは初めて。何かを訴えるような瞳が印象的でした。気になって近づいてみると、驚くことにその猫は逃げるどころかすぐに足元に寄ってきました。小さな体ですり寄ってきて、さらに大きく鳴き始めました。おそらく迷子なのか、もしかしたら捨てられたのではないかという不安が頭をよぎります。猫というのは普通、野良であれば警戒心が強く、撫でようとすると逃げることがほとんどです。しかしこの猫は全くそんな様子がなく、むしろ撫でてほしいというように体を預けてきました。それどころか撫でた瞬間からずっと後をついてくるのです。この人懐っこさ、猫の行動から捨て猫である可能性がますます高まっていきました。普通なら撫でた後は自分の道を行くもの、しかしこの猫はそうではありません。振り返るたびにその小さな姿が足元にすり寄ってきます。散歩を終える頃にはいつの間にか猫は私の家の前までたどり着いてきました。するとためらうこともなく、その猫は私の家に一歩また一歩と入っていきました。家に入るのも自然で、まるでここが自分の居場所であるかのように振る舞っています。家に入ってきたその猫は疲れているのか、それとも安心しているのか、落ち着いた様子で部屋の隅で尻尾をピンと立てていました。お腹を空かせていると思い、金太郎用に準備していた子猫用のカリカリフードを急いで出してあげることにしました。器にカリカリを入れると、その香りに反応するかのように猫はゆっくりと近づき、まるで何日も食べていなかったのように夢中で食べ始めました。初めて見る場所でも食べ物に対する警戒心は一切なし、抵抗なく口に運び、その姿からはこれがどれほど待ち望んでいた食事なのかを物語っていました。カリカリを一心不乱に食べ続ける様子を見ていると、やはりこの子は捨てられた可能性が高いと感じざるを得ませんでした。ご飯を食べ終え満足したのか、少しリラックスしたように見えましたが、ふと気になることがありました。それは他の猫たち、特に猫チャックや金太郎への影響です。ダニやノミがいるかもしれない。もしこの猫が外で長い間放浪していたなら、他の猫たちに影響を及ぼす危険があるのではないかと心配になりました。そこで次にすべきことは、この猫をお風呂に入れることだと決めました。普通猫は水を嫌うものです。お風呂に入れるという行為は猫にとっては大きなストレスになることが多いのですが、驚くべきことにこの猫は違いました。何の抵抗もなくお風呂場に足を踏み入れ、お湯をかけられてもじっとしているのです。まるで過去にも何度かお風呂に入った経験があるかのように、自然に身を任せていました。そのおかげでダニやノミなどがいるかもしれないという不安はすぐに解消されました。洗い流してみると、体にはそこまで目立った汚れはありませんでした。それでも毛が濡れた状態になると、その猫の細さが明らかに浮き彫りになりました。ガリガリの体つき、おそらくまともに食事をしていなかった日々が続いていたのでしょう。公園で泣き続けていた理由もこの体を見ればおそらく理解できるはずです。飼われていた期間は確実にあったものの、長い期間放置されていた可能性があります。体をしっかりと拭き温めてあげると、猫はそのままリラックスした表情を見せました。まるで過去の疲れをすべて洗い流したかのように、体全体から緊張感が解けたようでした。そしてこの子が再び安心できる場所を見つけたのだと感じる瞬間でもありました。お風呂上がりのその姿を見て、私は改めて決心しました。この猫にもう一度安全な場所を提供するべきだと。次のステップは猫を病院に連れていくことでした。出会った時から気になっていた鼻水、
猫風邪の可能性が高い。放っておけば悪化する恐れもありますし、他の猫にうつるリスクも考えなければなりません。そこで早速猫をキャリーバッグに入れ、近くの動物病院へと向かいました。車の中、キャリーバッグに入れられた猫は最初こそ少し驚いていた様子を見せましたが、ご飯をたくさん食べたからでしょうか、バッグの中で静かに身を縮めていました。お腹が満たされたこともあり、だんだんと眠そうな表情も見せ始めました。その姿はまるで全ての苦労が一時的にも消えたかのようで、キャリーバッグの中で小さなあくびをし、目を閉じようとしていました。病院に到着し、駐車場でしばし待つ間、猫はうとうとと眠り始めました。あれほど泣いていた猫が今は静かに目を閉じ、穏やかな表情で寝ているのを見ると、この子がどれだけ疲れていたのかがわかります。お腹が満たされ、体も清潔になり、ようやく安心できる場所を見つけたのでしょう。その姿を見ると、これまでの孤独や不安から解放される瞬間を一緒に共有しているかのような感覚になりました。しばらくして呼ばれて診察室へ。病院の先生は猫の鼻水を見てすぐ確認し、やはり猫風邪だという診断をされました。猫風邪は多くの猫が感染する病気で、特に免疫力の低下している猫にとっては厄介なものです。この猫も長期間きちんとした食事を取れていなかったことが影響しているのかもしれません。診察が終わると先生は他の猫たちへの感染を防ぐため、1ヶ月間は隔離するように指示を受けました。病院での診察を終え、一息ついた私は、この猫にはしばらくの間、ケージの中で生活してもらうことにしました。他の猫たちと接触させるにはまだ早すぎる。先生からも少なくとも1ヶ月は隔離するように言われていたので、これが一番安全な方法です。ケージの中には、水、そしてご飯を用意して、できるだけ快適な環境を整えました。猫は満腹感と疲労が重なっていたのか、病院での緊張感が解けたからかなのか、どこか安堵した様子が伺えました。これで少し安心して休んでもらえるだろうと思い、私は自分の用事に取り掛かりました。ところがしばらくして部屋に戻ると、驚くべき光景が広がっていました。あれほどしっかりと閉めたはずのケージから、その猫が姿を消していたのです。部屋中を見渡すと、まるで何事もなかったかのように、猫がケージの外で悠々とくつろいでいるではありませんか。私は一瞬自分の目を疑いましたが、ケージはしっかりと閉じたはずなのに、どうやって外に出たのか全く理解できませんでした。再び猫をケージに戻すと、猫はまるで何が問題とでも言いたげな表情で、そこからスルリと抜け出しました。思わず笑ってしまうようなその状況。考えてみれば、これも猫の持つ一種の驚くべき能力なのでしょう。狭い場所から抜け出す、予想外の行動をする、それが猫の魅力でもあります。けれどもこのまま放っておくわけにはいきませんので、ケージに戻しますが。今日の出来事をきっかけに、私はふと考えました。もしあのまま公園でこの猫を見過ごしていたら、一体どうなっていたのだろうかと。公園にいた時の姿を思い出すと、あの切ない泣き声を思い出します。一人ぼっちで泣き続けていたその子が、今ここで私の家にいて安全な場所で休んでいる。それを思うと、あの時拾ってよかったと心の底から感じました。それでも今後どうすべきかはまだ決まっていません。この子を家で飼い続けるのか、それとも新しい飼い主を探すのか、まだ悩むところです。ただ少なくとも今は風邪を治し、体力を回復させることが最優先です。次々と予想外の展開が訪れる中、私はこの猫との日々がこれからどう進んでいくのか、少しだけ楽しみでもありました。ようやく落ち着いたと思ったその時、猫チャックと金太郎が異変に気づきました。ドア越しに密かに聞こえる新しい猫の存在、特に猫チャックは敏感に反応し、そわそわし始め、ドアの前でじっと動きを探っています。金太郎も不安そうな表情を見せながら、いつもと違う空気を感じ取っているようです。私は2匹の動きを見ながら、もう少しで対面させられる日が来るかもしれないなと思いましたが、今はまだその時ではありません。
新入りの猫も猫チャックたちもそれぞれに準備が必要です。しばらくは慎重に、そして徐々に進めていくことが大切です。というわけで今回は公園で出会った捨て猫が家までついてきてしまったというお話でした。これからこの猫がどうなるのか、そして猫チャックや金太郎との生活がどう展開していくのか、楽しみにしていてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。